屋は、はい、あのビラ巻き、そうそう、あのプリーランスのビラ巻きなんですよ。プリーランスのビラ巻き、これがこのパラダイスですね。はい、今閉まってるんですか？閉まってるんですよ。もう2週間ぐらいは閉まってる。それはなんで閉まってるんですか？お客さん来ないから。そうだね。お客さん来ないから、だからもうなかなか従業員が、給料はもう多分足らないと思う。もらえないから。もらえないです。え、クヤフリーランスって他のお店とかも紹介してるんですか？そうですよ。あの例えばあのホテルとかさ。あ、ホテルも。ホテルもあとレストランとかさ。紹介してるんですか？そうですよ。それで紹介したらクヤがお金もらえるんですか？なんとかパーセントだけ。パーセンテージ。そうですね。お客さんが使ったパーセンテージ。そうそうそう、例えばホテルで釣りて、あのホテルで例えば1週間ぐらいで泊まって、でその全部のトータルの金、そうトータルの金で、その中に 10% で、すごい 10% すごいですよね。そうですよ、すごいですよね。そうですよね。でも他の店とか例えば 30% とか 20% とかもあるんで、明るいとこ、明るいとこですね、はい、ちょっと明るい。これでこの今持ってるのは KTB のやつなんだけども、そうそうそう、別に KTB だけ紹介してるわけじゃないんだ。そうですね。あと今これレードスで、うん、お客さん連れてきたらば、10% トータルで理由で、あ、もらえるんですか？もらえますよ。すごい、すぐもらえますよね。そんな仕事あるんですね。そうですね。僕ビラ巻きってあの KTB だけのビラ巻きかと思ったんですけど、ああ、それは別なんですよ。別なんですか？え、クヤもビラ巻きって言うんですか、こういうの仕事は？そうだ、みんなビラ巻きなんですよね。ビラ巻きっていうふうに言って。はい。で、ちなみにお名前は、名前はなんていうふうに？ケンです。ケン？ケン。で、名前がケン。日本人の名前みたい。そうだ、名字はもともと、もともとの、前の名字はもう林なんだけど。え、どういうことですか？林ケン？はい、林ケンですけど。林ケン？はい。なんで日本の名前なんですか？お母さんの名字で使ってて、で、林って言うんだけど。お母さんも林って言うの？そうです。え、お母さん日本人？お母さんが、僕のお母さんが日本人、うん、で、お父さんは？お父さんがフィリピン人。それ、日本で結婚したんですか？いや、こっちから結婚したんですよ。フィリピンで？フィリピンで、です。で、生まれてるのは日本で生まれると思ったんだけど、うん、でも、お父さんが決めて、じゃあフィリピンに、フィリピンで生まれて、フィリピンで生まれたんだ。そうです。で、今、何歳ですか？いくつですか？いやいや、もう38です。日本語どうしてお母さんが教えてくれたんですか、日本語は？いや、最初はお母さんが教えてもらったんだけど、うん、でも日本で一緒に釣れてて、で学校でもう行ったんだけど、その学がもうフィリピン人とかフィリピン人とかもうあんなだけ言われるんで、だから僕のいじめられたんだ。フィリピン、いじめられたの学校で、フィリピン人でインターナショナルで、あ、インターナショナル学校行ったんだ。そうそうそう、インターナショナル社長の中にあのインターナショナルの学校に教えた社長なんですよ。それ何歳から何歳まで日本？何歳から、10歳から。10歳から日本で行ってきて、で、何回も帰ってきたんだけど、だから、1週間、あ、1ヶ月ぐらいか、3ヶ月ぐらいでまた戻る。あ、ずっとこう行ったり来たり、行ったり来たりだ。そう、行ったり来たりです。で、学校卒業してからも。そうです。どっか働いてた。日本で働いてたんですか？じゃあ、それで日本語覚えたってことなんだ。そうですよ。で、なんで今は、38歳で今ビラ巻き、フィリピンでビラ巻きやってるんですか？そうそう、フィリピンにもいろいろ仕事が働いてて、ガイドとかさ、ガイドも、あの通訳とかさ。日本の仕事、日本の方が多分給料いいと思うんですけど、そう、なんで日本で働かないでフィリピンで働くんですか？いや、もういろいろあったんで、ビザがない。そうそう、ビザ切りちゃって。そうですね。お父さんだって、で、だってさ、もう僕の名字が何があったか分かんないけど、お父さんの何かしたか分かんないけど、僕の名字とか名前とかも変わったし、全部変わっちゃったの？変わっちゃったよ。知らない間にお父さんが変えちゃったってこと？そうそうそうです。え、お母さんはだって別れちゃったんですか？いやいや、別れちゃったんじゃないけど、だからお母さんのお父さんが、もうお父さんのことがフィリピン人とかも嫌いなんですよ。あ、だから、いや、自分のお母さんとお父さんで話してから、名前とか、あと名字とかも変わるし、だからフィリピン人の名前とかになってるんですよ。
だからそういうのがあって、あんまり良くなかった。あんまり関係が良くなかったんだ。良くなかったです。それで結局お父さんとお母さん別れちゃったんですか？いやー、別れてたんじゃないです。お母さんとは会ってないんだ。会ってないですよ。会ってないんだ。会ってないです。あー、で、気づいたらお父さんに名前を変えられちゃってたと。そう、変えられちゃったですよ。それで、どうもしょうがないから、どうしようもないから。あんまりだから、詳しいことは分からないんだ、お父さんとお母さんの、この、いろんなことあったことが。そうですね。じゃあそしたら気づいたら日本にも行けなくなってたと。そうそうそう、ビザがないから。ビザの方です。うわ、それ悲しいというか。そうそう、ちょっと本当に悲しいが気持ち違かった。で、今はお父さんとは一緒にいるんですか？ああ、今はお父さんがまだ生きてるんですね。お母さんがもう今亡くなっちゃった。亡くなっちゃった。それは悲しく聞いたんだ。お母さんは亡くなっちゃったって聞いたんだ、ね。うん、じゃあ今はそういうことがあってフィリピンでこのビラ巻きの、はい、例えばKTV とか、はい、ホテルとか、はい、あのレストランとかさ、を紹介してるっていう。わかりました。じゃあせっかくなんで一つ紹介されて、お店どこか。お店ですか？はい、紹介してくれたとこ今行きます、僕。じゃあセットであるでしょ。どこでもいい。いや、なんか儲かるところ。あ、儲かるところですか？はい、ちょっと行っていいですか？どこ、はい、レストランとか紹介するよりは TV を紹介した方が儲かりますか？そうですね。じゃあ行きます、ね。あ、こちらですよ。行きますよ。なんてお店ですか？丸一。あ、もともと一番最初、はい、あの元々は01なんだけど、はいはい、で今変わって、ここのお店は社長が外人なんですよ。アメリカ人で。あ、そう、日本人じゃないんだ。日本人じゃないでしょ。ここのなんか上のゴールドっていうところも同じなんですか？あの日本人のオーナーなんですよ。それも同じ 30% もらえるんですか？ 30%。 うちもハイライツでも 30% もらえますよ。ハイライツ、ここですね。はい、あと、はいはい、ウィンタウンとか。ウィンタウンっていうところあって。じゃあ僕どこ行けばいいですかね？いや、一番最初こっちで。あ、丸一。丸一？はい。セリフさん、最近もうじゃあ、ほんまに。あ、どうも。とりあえずインタビューありがとうございます。はい、頑張ってください。はい、こちらこそ。連絡しますんで。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。またよろしくお願いします。じゃあ、すいません。ママさん、ショーアップお願いいたします。はい、わかりました。